はい、どうもドミンです。ですね、リクエストをいただきまして、ゼッポリーネという料理を作ってくれというふうに言われまして、コメント欄に書かれてたんですが、皆さんゼッポリーネが何かご存知でしょうか？私は知りません。はい、で全く知らなかったのでですね、検索させていただきまして、見ましたら、どうやらピザ生地に海藻を練り込んで揚げる、まあ、パンのようなものみたいですね。で、ですね、イースト菌とか小麦粉とかを使うわけですよ。こう分量間違ったら膨らまないんじゃないかなと思ってるわけですよ。もうこれはね、まあ、一種の挑戦状じゃないかと私は捉えました。ということでですね、早速作っていきましょう。はい、強力粉ですね。強力粉が必要なんですよ。今回ももちろんレシピ見てないんですが、全く知らない料理なんで、材料何がいるかだけは見させてもらってます。はい、でこっちでこねたいな。でこれか。まず強力粉と薄力粉の違いがまずわからないんですよ。なんとなくね、パンに使うのは強力粉とかそんなの分かってるんですけど、この何をもって強いんですかね、強力粉っていうのは。半々で、薄力粉も使うんですよね。一応材料は見たんですけど、薄力粉も使うらしいね。もうすでに薄力粉はあえたやつがあるんで、こっち使っていきましょう。半分半分、何番、1キロやろ。計量スプーンがないから自分の手で計量してん。あ、なんかきめが細かいような気するな、こっちの方が。よしで、今の感じでこいつも、まあ、今となってはね、計量カップを使わないという縛りを設けたことを後悔しておりますよ。じゃあ同じだけ手の感じ。あれ、いや、こっちも十分サラサラやな。よし、これでちょうど半々ぐらいやと思われます。でこいつらを混ぜておくと。混ざんのかよ、そもそも。 OK。 はい、次はですね、ドライイーストですな。ドライイースト、これがまずどれぐらいいるのかって。お、これ小分けにされてるやん。そもそもこの予備発酵はいりませんって書いてあるんですけど、これがね、まず意味がわからない。予備発酵って何やねん。よし、もうとりあえず入れてしまえ。こんなもんやろ。でこいつも混ぜといたらいいんでしょうか。刻みのり、いつまでたっても刻みの減らないんで、こいつ使っていきます。賞味期限はギリ過ぎてないですね。多いかな。よいしょ。なんか水に濡らした方が混ざりやすいような気がしますからね。はい、次は水なんですが、どうしてもいっぱい入れたらめっちゃ使ってしまいそうなんで、これぐらいにしておきます。でこれをちょっとずつ混ぜると。よし、こっちに移しまして、でこれ手でこねるのかな。よし、でほ、こう。お、でもちょっと面白いなちょっと面白いですねで海苔もよくわかんねえけど、これぐらいにしとこう。よいしょ、
おいしいパンを作ろう、生きてるパンを作ろう。よし、よしよし。で、イースト菌入れてねえか、どうせ膨らむんでしょ多分。よし、これでなんかラップとかよくしてるような、なんかテレビ見たことあるぞ。こいつをラップしてしばらく待つ。常温か冷蔵庫か、どっちや。常温で。はい、2時間になりました。寝てました。なるほど。2時間なんかちょっとだけ、生地が膨らんでるような気がしますね。すいません、寝起きで頭が働いておりません。ちょっと膨らんでるような気がします。こう途中で気づいたんですけど、これよく塩振ってないの。塩、はい、塩をね、塩振ってみましょう。これ何や、今から混ぜても OK これ。よし、なんかちょっと柔らかくなったように気するな。発酵ってこんな感じなんかな。ほう、練り消しみたい。のりが邪魔ですね。はい、眠て。まさか12時過ぎるとは。よいしょ。目が開かないよ。はい、なんかね、調べてみたら、あまりといえば、海藻を食べる文化のある国っていうのは少ないじゃないですか。で、イタリアも確かそんなに海藻を食べないらしいんですよ。でもこれ、このゼッポリーニだけは例外で食べるみたいですね。こんな感じでいいかな。ほっ、ちっちゃいかな、大きいかな。こんなもんでいいか。よし、これどんどん作っていきましょう。油が少ないな。よし、こんなもんかな。美味しくなさそう、やっぱり。これはちょっと。よし、まあいいでしょう、こんなもんで。はい、完成でございます。ゼッポリーネさんですね。はい、リクエストいただきありがとうございました。おそらく2番目か2番目ですね。2時間かかった料理になりました。はい、では早速食べていきましょう。さあ、美味しいんでしょうか。思ったより柔らかいですね。ちょっと見えますか。じゃあいただきます。美味しい。はい、分量を測らないといけない料理でちゃんと美味しくできてしまいました。はい、皆さんよろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。